1回だけって言ったのに、魔法なんてものはない。成人になったばかりの18歳19歳が消費者トラブルに巻き込まれるだけではなく、加害者の立場になってしまうかもしれません。魔法はないけど呪文はある。消費者ホットライン、いややまで